はい、次に重なり順について、見ていきたいと思います。このケースでは あまり想定されないかもしれませんけれども、画像を、重ねて表現するというケースも出てきます。例えばそうですね、これでいきましょうか。例えば今こうやるとね、今クロワッサンの画像が一番上に来てますけれども、この食パンの画像を一番前に持ってきたいというケースが出てくる場合があります。その場合にはこれを、どうしようか、ないですね、右クリックですね、右クリックをしてやって順序というのがありますので、これで前面もしくは一番上に持ってきた場合には右クリックで最前面へとやるとこうやって出てきますね、というような形で、この順番はこのその対象のオブジェクトを選んでやってそこを一番上に持ってくるとか、前面にってやると前に出てきます。前面にをやると1段階上に上がるという形になります。最前面になるとともかくトップのところへと画像が持ってこられるようになります。あともう一つですね。こちらのメニューの方からも行きますので、こっちも確認してみましょう。例えばカレーパンを、カレーパンを、配置で順序がありましたね。これを最前面にしてやると、こういう形になります。ね。いうことで、これもぜひ練習をしてみてください。